皆さんこんばんは。今日も夜がやってまいりました。というわけで今日も古民家で晩酌、早速始めていきたいと思いますけれども、今日は冒頭見ていただいたようにイオンさん行ってまいりましたよ。そして買ってまいりました。ということで今日のテーマ発表させていただきます。今日はイオンさんで買ったすき家さんのメニューで飲む、そんな感じです。では早速いただきましょう。まずはいつものようにこれから、はい、今日の1本目はこれ、札幌黒ラベルですね。では早速いただきましょう。そしていつものように健康第一ジョッキについていきます。はい、ちょっと泡多めでしたね。まあいいでしょう。ではいきます。人は乾杯の数だけ幸せになれます。全国の皆さんご一緒に乾杯しましょう。いきます。今日も一日お疲れ様でした。乾杯。めっちゃうまい。今日も暑かったからビールがうまい、そんな感じです。はい、今日の一品目はこれ、もちろんすき家さんですよ。ただね、牛カルビ丼の素ということで、この牛カルビ丼はね、あの期間限定メニューなんでね、今はあのすき家さんでメニューないですよ。また来年出てくるのかな。ということでこの期間限定のねメニューをやってない時に食べれるっていいよね。まあスーパーやったら多分一年中売ってんねやろね。まあイオンさんですけどね、今回買ってきたのは。まあそんなわけでこの貴重な感じの牛カルビ丼の素、素っていうか具やね、はい、それをレンジでチンしてきますよ。少々お待ちください。はい、レンジでチンしてきましたよ、牛カルビ丼の具。まあ量ちょっと少ないんでね、一つが。まあこの天下一品のミニミニ丼に入れさせていただいたよ。これで一回食べてみようかな。玉ねぎも入ってていいよね。はい、牛カルビ丼の具いただくよ。こういうのがね嬉しいよね。美味しいおつまみっていう感じでね。うん、これは本当にね、すき家さんの牛カルビ丼の味がする。うまい。これはビールに合う。はい、そして次は俺の大好きなメニュー、これがね一年中食べれるんやったらめっちゃ嬉しい。はい、出ました、炭火焼きホロホロチキン。これ俺嬉しい、めっちゃ嬉しい。そしてね、もちろん店で売ってるのと同じカレー味、これはめっちゃ期待できるね。では早速レンジでチンしていきますよ。少々お待ちください。はい、レンジでチンしてきましたよ。これはすき家で見たホロホロチキンと同じ感じ、めっちゃいい感じ、カレー味で。これ当然、あ、めっちゃ柔らかい、びっくりするね。これはなんか店のと同じ感じがする。いただきますよ。はい、めっち
ちゃうまそう。これは完璧にすき家さんの店で食べたやつと同じ味です。最高やね。これはビールが進むくん。はい、そしてうまいんでもう一口いただくよ。これはやばい。こんなんイオンさんでいつでも買えるんやったら俺なんか幸せな感じする。これやばいよ本当に。うますぎて1本目終了。そんな感じです。はい、2本目はいつもの本麒麟いただきます。そしていつものように YouTube ジョッキについでいきます。はい、チャンネル登録お願いします。チャンネル登録をして俺と飲み仲間になりましょう。では2本目本麒麟で乾杯。やっぱりうまい。はい、すき家さんのメニュー3つ目、これもね期間限定やと思うよ。はい、昔あったよね、豚生姜焼き丼。今はもうないからね。もうこういうのがね食べれるっていうのが嬉しいよね。これ店で売ってないからね。だからこのイオンさん、今日はイオンさん、他のスーパーで売ってるかどうかは知らないけどイオンさんでは売ってたよ。こういうのがいいよね。もう本当に懐かしい味が食べれる。まあ期間限定で今は食べれないメニューにないけどそれが食べれるっていうのがめっちゃありがたいよね。では早速レンジでチンしてきますよ。豚生姜焼き丼の具、少々お待ちください。はい、豚生姜丼の具レンジでチンしてきたよ。いい感じやね、めっちゃ美味しそう。早速食べていきたいところやけど俺はねこれにはこれかけていくよ。はい、七味唐辛子、ただし吉野家さんのやつね。あのすき家さんの七味イオンさんでは売ってないからね。吉野家さんのこれはねもちろんイオンさんで買いましたよ。今日じゃないけどね。はい、これを七味をかけて食べるとうまさ倍増になるからね。では早速いただきますよ。これは本当うまそうやね。いただきます。はい、豚生姜丼の具いただきますよ。吉野家さんの七味かけたやつね。これは思った以上にうまいね。言うことナッシング。ほんとすき家さんの期間限定のメニューが普
通に食べれるのが嬉しいよね。まああとすき家さんの牛丼の具あるけどね。ところで猿吉くん、今日は何飲んでんの？それどうしたの？はい、猿吉です。家賃さんからですね、キリンのラガービール、しかもロング缶。これどうしたかっていうと、もちろんそこのおばはん、そこでまた携帯にらみつけてるあの魂が抜けかけてるおばはんにもらいました。なんでもらったかっていうとね、まあ皆さんも分かってると思うんですけど、今日ね、ヨーチンさんが夕方おばはんにねメールして、今日は冷凍食品のすき家さんのやつ買ってきたからってメールしたんですね。そしたらやっぱりあのおばはんウキウキで帰ってきましたよ。玄関開けるなりね、サルちゃん、サルちゃん、どこのお土産買ってきたよってなんか甘ったるい気持ち悪い声で呼ぶから、仕方なくトロトロって玄関まで行ってね、おばあさん今日もお勤めご苦労様でしたってちょっとなんかいやいや言ったらね、サルちゃん、今日ね、私ウキウキしてるからいいビール買ってきたよ、サルちゃんに。キリンラガービールのロング缶、これ苦くてサルちゃん一番好きでしょ、はいどうぞってくれるんです。まあ理由は分かってるんですけどね、おばはんさん、それはヨーチンさんが冷凍食品のすき家さんのやつ買ってきたから何にもせんでいいと思ってウキウキしてサルちゃんにもおすわけ買ってきてくれたっていう、そういうことですよねって聞いたろ。サルちゃん、その通りよ。はい、今日はどんどん飲んでね、何やったら2本目本麒麟のロング缶でも飲んでいいよって言うんです。ちょっと明日なんか台風来るんちゃうかなと思ってちょっとビビった感じですけど、まあとりあえずあのおばはんにお礼だけ言っとかなあかんからね、またしばかれても嫌やからね。おばはん、おばはん、今日なんかユンさんでヤーチンさんがすき家さんの冷凍食品買ってきたんで、なんか何にも料理作らんでいいからウキウキして、サルちゃんにもウキウキの裾分けくれてありがとうの、それだけ言っとくで。そんな感じで今日もウキウキしてるサルちゃんです。以上。そうやったよね、サルちゃん、よかったね、ウキウキして。まあみんなが平和な感じになったね、冷凍食品でそれやったら次もまた冷凍食品やろうかな。今日すき家さんのやつ以外に吉野家さんのも売ってたんで買ってきたからね。ということで、まあ近い将来冷凍庫にある、うちの冷凍庫にある吉野家さんの冷凍食品でまた晩酌しようと思っているんで、楽しみに待っといてくださいねと言いながら、ふと時計に目をやるとまあまあいい時間なんで、本当はもう一個ね、まあすき家さんの牛丼の具、これねこの間もちょっと食べたからね、前の動画で、これどんな感じか見たい人は前回のすき家さんのこれ食べたやつ見てください。ということで今回はこれちょっと時間の関係でカットさせていただきます。ということで今日も見てくれてありがとう。コメントと
グッドボタンはお願いします。それだけ言ったら今日はここまで。残念無念、また次回も見てね。イエロピクー。